海北、チベット族自治州は中華人民共和国青海省に位置する自治州の一つ。チベット名は、ゾチャンプーリーランキョンクル。日本語では、中国語名に基づき海北増族自治州とも称されている。自治州は、地区級の民族区域自治単位の一種で、本自治州は、青海省北部に位置する。 チベット名の、ソとは、中国名、大巫湖で名高いゾティショルギャルモを、ちゃんとは、北を意味し、合わせて、ゾティショルギャルモの北を意味する。中国名、海北は、その畜語訳である。チベット族をこの州の、区域自治の主体民族とするが、海賊が、区域自治の主体民族である、門元海賊自治権もある。 青海省東北部に位置し、北から東にかけて、甘粛省と、省境を接し、南は、海東市、青年市、海南チベット族自治州、西は、海西モンゴル族チベット族自治州と接する。海南チベット族自治州との境界には巨大なソティショル、ギャルモが広がる。自治州人民政府は、海安県最下位置に所在する。新大に、 現在の海安県三角城に再海軍が設置され、海安、津吉札地区を管轄したのが海北州での行政区画の初見である。新末後干渉の混乱期には再海軍は廃されたが、609年に再び再海軍が設置された。763年、土番が青海を占拠すると、海北州はその半島に組み込まれた。現代が成立すると、 土番島ととこ石と県水府が設置され、海北州を管轄した。秋夜になると、安佐大安井守が1378年に設置されている。1509年、オイラト人が、新疆より青海に移住した際に、州一機には11機が設置され、大見金佐大臣の管轄とされ、現在の門限海賊自治県には、大通営が設置された。 1744年、大通守は、白頭城に移され、1761年には、大通県に昇格した。1953年12月31日海北、チベット族自治区が設置され、1955年に、海北、チベット族自治州と改称した。1960年代には、州内に、機密都市第9学会が建設され、 核兵器の開発、製造が行われた。三県、一時地検を管轄する。海北チベット族自治区会北チベット族自治州航空弁事所。ありがとうございます。